石石井井光光子子君、はい、日本維新の会の会ですすおはようございます、えー、今回ですね、日本維新の会といたしましては、この離島振興法、えー、国土から目を離さない、あるいは、えー、離島に関しても国土を維持していくという意味で、大変重要な法案である、しかも議員立法であるということで、えー、これを支持してやっていこうと思っております。で今回はでですね法律の改正案とということで 改正案の第1条に国の責務を明らかにし、並びに地域における創意工夫を生かし、継続的な関係を有する当該の人材を活用していくというふうに書いてあります。えー、人口ということに焦点を当てますと、私は3つあると思うんですね、関係人口、えー、移住人口、観光人口と。 この3つに焦点を当てることができると思うんですが、お配りしました資料を見ていただきますと、離島の現状ですね、この一番左の離島の概要というところを見ていただきたいんですが、考えてみたら、日本は全体が島でございますので、6 8 5二あるということで、その中で5島だけが本島。 北海道四国九州及び沖縄本島ということになっています残りが6,847から416が友人6,432が無人416の友人の中で法律の対象が303対象外が113となっていますまず一番最初の質問なんですがこの法律の対象の中で 赤い字で書いてあります離島振興法が決まっていくわけなんですけれども、この対象外の島となっておりますところの島、これをこれから対象内にしていく、この創意工夫というものを考えていらっしゃるのか、この条件、対象外の島の条件は何かということと、ですねそれからその右上の離島の人口の推移、さっき言いました、えー、移住人口というのを見ていきますと、この赤い方が、 98万人から平成27年までで38万人減少しましたということで、61年間で10年を6回に分けますと、この法律がです、ね、10年ごとに改正されますと、赤いところを6分としますと、10年ごとにガクガクとこう下がってきていってるわけなんですね。でこの61年間の間で6回、法律を変えているんですが、私はこの創意工夫という点で2番目の質問なんですが。 この10年単位ではなくて、日本の,その日々変化する世界情勢の離島の役割というものは、ですね大変重要になってきますので、これ、離島の安定的な生活を継続的に守るということで、2年単位にしてはどうかと思うんですが、この条件とこの2年単位、この2つ、お答えいただけますでしょうか。木村国土政策局長、えー、まずあの 現在、法対象外になっている離島を新しく法対象にするための手続きでございますが、現在の離島振興法におきまして、離島振興対象地域の指定については、国土審議会の意見を聞いて、国土交通大臣が指定をするということになっております。でこのの法対象外の島を指定するためにははまずは あのご地元との協議が必要だと、あるいは要望が必要だというふうに思っておりますけれども、それを受けて、国土審議会で議論した上でえで、ー、地域の実情を踏まえて判断すると、えー、そういう手続きになろうかというふうに思います赤木正幸君。 はいえー、あの法改正期限の在り方についての回答となりますの一般にです、ね、離島をはじめとする条件不利地域の振興え立法については、前提となる条件不利性がです、ね、時代状況に応じて相対的に変化するものであることを踏まえて、次元法とされることが多いものと承知しております。 この離島振興法は昭和28年に議員立法により10年間の次元法として制定されこれまでに10年ごとに計6回延長されてきました本法律案においても一定の期間を置きつつ定期的に法律の見直しを行うことにより人口減少やデジタル化など離島をめぐる社会経済情勢の変化,に適切にを,変化を適切に反映しより効果的な離島 信仰施策を講ずることができるものと考えられることから、従来と同様に有効期限を10年間延長することとしております。他方ですね。この離島振興施策が時代の急激な変化にも対応したものとなることにすることは、あの委員おっしゃるようには大変重要ですので、本法律案ではですね離島振興法に基づく取り組み状況について。中間。 時点において、フォローアップを行うため、不則第4条として施工後5年間を経過した時点で施工の状況について検討を行う旨を規定しております石井光子君。 カーボンニュートラルのことについてですね、さんざんここで議論してるんです。で、これ、あの離島をこれから活用していく、関係人口を増やしていくというのが、新しい創意工夫、あるいは新しい人材ということで必要になってくると、私は思っておりまして、5年でもいいんですが、2年ごとぐらいに、えー、見直しをした方がいいと思うんですね。昭和30年の98万から平成27年の38万、大きく減少しているわけですので、なんとかしてその関係人口を増やしていこうということでですね、 人材の活用ということで、ちょっとお聞きします。えっ、ー、とですね、改正の法案の第1条、多様な再生可能エネルギーの導入及び活用、これがとても関係人口を増やしていくのに、キーになる、鍵になるのではないかと思うんですが、経済産業省の政府の参考人の方に来ていらっしゃってますので、離島における再生エネルギーの利用促進、 離島特有の自然環境の厳しさというのがあると思うんですが、維持管理コストが非常に高くなると思うんですけれども、再生エネルギーの施策というのは、どのように考えているのかが一つと、それから ICT 活用のための基礎的インフラですね、そこに高度情報通信ネットワークの整備と保守というのが検討していかれると思うんですが、これは、あの 総務省の方にお聞きしますけれども、この警備と保守を検討していくネットワークというのは、具体的に何を考えていらっしゃるのか、お答えいただきたいと思います資源エネルギー庁、井上省エネルギー・新エネルギー部長。お答え申し上げます。まず、再生可能エネルギーの件につきましてでございますが、委員ご指摘のとおり、あの離島における再生可能エネルギーの産業化、極めて重要だと我々も考えてございます。 経済産業省といたしましては、こうした離島における再エネの利用を推進する観点から、地域と共生する有料の事業につきまして、表彰をしてみたりですね、あるいは地域のマイクログリッド構築支援事業という形で、例えばですけれども、地域にある太陽光発電設備や蓄電システムなどを組み合わせることで、大規模停電などの非常時でも電力供給を可能とするような取り組みに対する支援を行ってきております。 こうした取り組みをです、ね、さらに拡大していくということで、あの再燃の導入による、例えば建設工事であるとか、設備の維持、メンテナンスなどの継続的な雇用や、あるいは需要の発生が期待されるところと考えております。伊藤においても、設備の設置工事や運用に対して積極的に地元の人材を採用していくといったような優良事例をさらに紹介するなど、経産省といたしましても、こうした取り組みをしっかり後押ししてまいりたいと考えてございます。 総務省竹村総合通信基盤局長お答え申し上げます委員ご指摘のとおり離島における光ファイバーなどのデジタルインフラの整備は必要不可欠と考えております総務省では離島をはじめとした再産性が厳しい地域での光ファイバーの整備や維持管理に対して補助金による支援を行っております特に離島地域においては整備や維持管理に要する費用負担が重いことから 他の条件不利地域に比べて高い補助率を設定しているほか海底ケーブルなどの維持管理に要する費用についても支援しております総務省としましては離島の実情を踏まえ地域の声を丁寧にお伺いしながら取り組みを進めてまいりたいと考えております石井水子君最後になりました私はあの関係人口移住人口観光人口3つを押し上げていく1つの工夫として離島留学があると思います 大変人気があるんです、ね、で、離島留学、これは、このネーミングというのはあの、誰がおやりになったのかというのとです、ねえー、最も募集が多い、今、60棟を募集してますけど、最も募集が多い島はどこかを最後にお聞きしておす木村国土政策局長。 お答えいたします離島は豊かな自然環境や多様な文化に恵まれておりまして、教育の場として都会でできない体験を子どもたちに提供するなど、大きな可能性を持っておりますあの。こうした離島留学について、最初にこの言葉どこが誰がつけたのかというのはあの、私ども承知をしておりませんけれども、ここ数年、 離島留学かなり拡大をしております平成27年度には全国で48校であった実施校が令和3年度には111校受け入れ人数521人まで拡大しております今足元でどこが一番人数的に多いのかというのはちょっと今手元に資料ございませんけれども各島あの北海道からあの鹿児島に至るまで各島で今熱心に 離島留学、離島留学取り組んでおりまして、国土交通省としても、離島活性化交付金を通じまして、例えば里親が担う日常的な養育に関わる費用等の支援でありますとか、あるいは離島留学のための寄宿舎の整備など、支援を行っているところでございます。今後とも関係省庁と連携しながら、こうした離島留学の推進により、離島地域の活性化を図ってまいりたいと考えております石井瑞子君。 浜口誠君。